安政は日本の元号の一つ。加盟の後、蔓延の前。大会百239番目の元号。千八1855年から1860年までの期間を指す。この時代の天皇は、公明天皇。江戸幕府将軍は、徳川家貞、徳川家文字。朝廷は、文朝を希望していたが、幕府の介入によって、安政に差し替えられ、実施日も、 全将軍、徳川家康の月法要終了後に変えられた。軍書地方巻38の、庶民、安政、サート君子兄、確かから。カンサル社は、菅原里市長。庶民が今の世の中の暮らしに満足していれば、治めている君主の地位は、安定する。という意味である。安政期には、大きな地震が、相次いで発生したが、安政伊賀地震。 安政東海地震、安政南海地震、豊余海峡地震は、安政への改元前の海江7年に発生した地震である。このため、これらの地震は本来、海江の大地震と称すべきだという見解がある。一方、明治の改元にあたっては、省直で、慶応4年を明治元年と改元するとしており、慶応4年に1月1日に遡って明治元年と、 改元されているのだから、これ以前も、例えば、火永7年は1月1日に遡り、安政元年に改元されたとも解釈され、歴史年表も安政元年を採用しているので、安政の大地震とすべきという見解もある。また、日本史的大事件として、江戸幕府崩壊の引き金となる、安政の大国及び桜田門外の変が起きた。上記の後者の考えに基づけば、 桜田門外の変は、蔓延元年の発生となる。西紀へ、新潟港の神経安政6年、井上文章筆は、章の月を示す。は、開元月を示す。ありがとうございます。